東京都知事選挙で小池百合子氏が圧倒的な勝利を収めた背景、ご存知ですか？今回の動画ではこの選挙戦の裏側に迫ります。まずは小池氏の対抗馬として注目された石丸氏の躍進から、広島県安芸高田市長を辞職して挑戦した石丸氏は SNS や YouTube を駆使し、短期間で知名度を上げていきました。無名の新人候補として165万票を獲得した。その戦略とは一体何だったのでしょうか？そして当初最大のライバルと目された蓮舫氏の苦戦についても触れます。選挙戦を通じて支持が伸び悩み、過去の発言や行動が反発を招いた背景には何があったのか。彼女の得票数は前回選挙から減少し続けていますが、その理由とは、また小池氏の選挙戦略も見逃せません。組織票に支えられた選挙活動と71歳という年齢を考慮した選挙と公務の両立の工夫、さらに生成 AI を活用した AI ゆり子の登場など、先進的な技術を取り入れたキャンペーン活動について詳しく解説します。そして最後に、今回の東京都知事選挙が国政に与える影響についてもお話しします。自民党と立憲民主党の選挙戦略の失敗や、有権者の声をどのように反映していくべきか、東京都の未来を左右する重要な課題とともに、国政レベルでの影響も見逃せません。この動画では東京都知事選挙の裏側とその結果が示す現実に迫り、今後の都政と国政にどのような影響を与えるのかを徹底解説します。ぜひ最後までご覧ください。それでは小池百合子氏の東京都知事選当選について見ていきましょう。2024年7月7日に行われた東京都知事選挙で、現職の小池百合子氏が3度目の当選を果たしました。得票数は約292万票に上り、2位の石丸氏に120万票以上の差をつける圧倒的な勝利となりました。小池氏は当選後の記者会見で、自身の8年間の実績が評価されたことを喜びつつ、今回の選挙戦がこれまで経験したことのないものであったことを振り返りました。脅迫や街頭演説でのヤジなど、予想外の事態にも冷静に対応し、課題整理を行う重要性を感じたと述べています。今回の選挙結果は、小池氏の強固な組織票が大きな要因となりました。選挙での投票率が上昇し、都民の都政への関心の高さがうかがえる一方で、石丸氏の躍進も注目されました。広島県安芸高田市長を辞職し出馬した石丸氏は、政治経験の少なさや知名度の低さをカバーするために、選挙戦を通じて着実に支持を広げ、165万票を獲得しました。これは現在の政治家や政党に不満を持つ有権者が新しい候補に期待を寄せた結果と考えられます。一方、小池氏の選挙戦略も興味深いものでした。選挙活動と公務を両立させるため、平日は公務を優先し、週末に街頭演説を行う計画を立てました。これは71歳の小池氏の体力面を考慮したものであり、選挙戦での活動効率を高めるためのものでした。また小池氏は自身の SNS に生成 AI を活用して作成した AI ゆり子を登場させ、18歳以下への月5000円の給付や高校授業料の実質無償化といった政策を発信しました。これは民放でのキャスター経験もある小池氏自身の発案でした。さらに小池氏と自民党との微妙な関係も選挙戦の一因でした。自民党は小池氏を自主的に支援する形をとり、他の候補者から小池氏と自民党が一体とみなされることを避けました。これは政治と金の問題での逆風を避けるための戦略でした。選挙期間中、自民党の議員が小池氏と共に演説を行う姿は見られず、小池氏の選挙活動は独立して行われました。小池氏の3期目の都政運営に向けて、物価高や円安、少子化対策など多くの課題が山積しています。特に女性の活躍推進や DX デジタルトランスフォーメーションをどう進めていくかについて小池氏は強調しました。東京都の未来を見据えた政策を進めるために、1400万人の都民の命と暮らしを守ることが重要であると小池氏は述べました。
次は東京都知事選挙における対抗馬の状況と選挙戦略についてです。東京都知事選挙で最も注目を集めたのは小池百合子氏の圧倒的な勝利でしたが、その裏で大きな話題となったのが対抗馬である石丸氏の躍進です。石丸氏は広島県安芸高田市長を辞職し、知名度の低さや政治経験の少なさを克服するために挑戦を開始しました。当初は無名の新人候補としてほとんど注目されていませんでしたが、選挙戦を通じて着実に支持を広げ、最終的に165万票を獲得し、見事2位に躍進しました。石丸氏の成功は現職や既存の政治家に対する有権者の不満が背景にあると考えられます。一方、元参議院議員の蓮舫氏は当初小池氏の最大の対抗馬と目されていました。しかし選挙戦が進むにつれて支持が伸び悩み、結果的に3位に終わりました。蓮舫氏の得票数は128万票で、過去の選挙と比べて減少傾向にあります。2010年の参議院選挙では171万票を獲得していましたが、2016年には112万票に減少し、今回もその傾向が続いています。この結果には選挙戦を通じてのネガティブキャンペーンや過去の発言に対する反発が影響しているとみられます。石丸氏の躍進には SNS や YouTube などのオンラインメディアの活用が大きな役割を果たしました。選挙前の知名度が低かった石丸氏はこれらのメディアを効果的に利用して知名度を上げ、若年層の支持を集めることに成功しました。彼のキャンペーンは特に YouTube を通じたメッセージ発信が功を奏し、多くの有権者に対して直接アピールすることができました。これは従来の選挙運動と異なり、オンラインメディアがいかに重要な役割を果たすかを示すものであり、今後の選挙戦においてもその影響力は増していくと考えられます。また石丸氏の成功は自民党と小池氏の微妙な関係にも影響を与えました。自民党は独自候補を立てず、小池氏を自主的に支援する形を取りましたが、これは他の候補者から小池氏と自民党が一体とみなされることを避けるためでした。この戦略により自民党の議員が小池氏と共に演説を行う姿は見られず、選挙戦を通じて自民党と小池氏の関係は微妙なものとなりました。蓮舫氏にとっては知名度の高さが逆に足かせとなり、過去の発言や行動に対する批判が選挙戦を通じて浮上しました。特にネガティブキャンペーンの影響で支持が伸び悩みました。これに対し石丸氏は新しい顔として有権者に受け入れられ、SNS を通じた積極的な情報発信が功を奏したのです。東京都知事選挙は小池氏の圧倒的な勝利だけでなく、石丸氏の躍進と蓮舫氏の苦戦が印象的な結果となりました。それぞれの候補者の選挙戦略や支持の状況が大きく影響を与えた選挙戦でした。次は東京都知事選挙後の評価と批判についてです。小池百合子氏が東京都知事選で参戦を果たしたものの、その結果には多くの批判と課題が残されています。まず小池氏の選挙戦に対する批判の一つは、その組織票の強さに依存したものである点です。小池氏の選挙活動は強固な組織票に支えられ、その結果として圧倒的な得票数を得ましたが、この方法は広範な都民の支持を得たとは言い難いという見方もあります。また選挙期間中、小池氏に対する反発の声も多く聞かれました。特に街頭演説では小池やめろといったヤジが飛び交う場面があり、小池氏に対する不満があらわになりました。 SNS 上でも選挙結果に対する反発や失望の声が多く見られ、選挙結果が確定した直後には日本終了や東京終了といったワードがトレンド入りする事態となりました。これらの反応は小池氏に対する不信感や反発の強さを反映しています。さらに小池氏の過去の実績についても疑問の声が上がっています。彼女は1期目の選挙で掲げた7つのゼロの達成状況をめぐって批判を受けており、参戦後のインタビューでは政策目標の約9割を達成したと強調しましたが、その達成度合いについては疑問が残ります。特に介護離職者の問題は悪化しており、
政策の効果が十分に発揮されていないとの指摘があります。また、小池氏の都政運営においては、都市開発をめぐる利権の問題がどど取り沙汰されてきました。築地市場の移転問題や神宮外苑の再開発計画、日比谷公園の再開発など、大規模な開発事業に関して不透明な意思決定プロセスや、特定の企業との癒着が疑われるケースが見受けられました。特に三井不動産との関係性については、都庁の OB が多数同社に天下りしているとの報道もあり、説明責任が強く求められています。都民の税金を使った事業である以上、透明性の確保は欠かせない課題となっています。そして、小池氏は東京オリンピック・パラリンピックの開催を成功させたことを大きな実績として掲げていますが、大会関連の利権問題も指摘されています。巨額の公費が投入された大会の経済効果や開催の是非をめぐる議論は今も続いており、小池氏の都政運営には多くの課題が山積しています。都知事として3期目を迎える小池氏には、これらの課題に真摯に向き合い、都民に対する説明責任を果たすことが求められます。最後に、ネット上での反応と小池氏の得票数の多さを比べると、世論と選挙結果の間に乖離があるように見えます。ただし、SNS の声が必ずしも世論全体を反映しているわけではありませんが、小池氏への批判や不信の声を無視することはできません。小池氏には支持者だけでなく、批判的な声にも真摯に向き合い、都政への反映を検討していくことが求められています。最後は東京都知事選挙が国政に与える影響と今後の課題についてです。東京都知事選挙の結果は、自民党と立憲民主党という二大政党に大きな課題を突きつけました。自民党は独自候補の擁立を回避し、小池百合子氏への支持に回りました。これは裏金問題で批判を浴び、衆議院補選で全敗した自民党がさらなる打撃を避けるための戦略でした。独自候補を立てて再び敗北すれば、政権与党としての威信がさらに傷つく恐れがあったのです。一方で、立憲民主党は蓮舫氏の知名度に頼り、有権者の反発を適切に評価できませんでした。結果として有権者の選択肢が狭められ、都政に対する不信感が高まることとなりました。この選挙結果は、政党の責務として魅力的な候補者の発掘と擁立に努めることの重要性を浮き彫りにしました。特に自民党は、政権与党として有権者の信頼を回復するための真摯な努力が求められています。また、今回の都知事選挙は国政選挙にも影響を与えると考えられます。東京都知事選挙の結果は、国政における自民党の支持率低下と無関係ではありません。コロナ禍への対応や経済政策への不満など、国政レベルでの与党への批判が地方選挙にも波及しているのです。各政党には、都知事選の教訓を生かし、有権者の声により真摯に耳を傾ける姿勢が求められます。さらに、選挙戦後のインタビューで小池氏は、今後の都政運営について、物価高や円安、少子化対策などの課題に取り組む意向を示しました。特に、東京の DX デジタルトランスフォーメーションを進め、女性の活躍推進にも力を入れるとしています。小池氏は、大改革のバージョンアップを進め、1400万人の都民の命と暮らしを守ることを宣言しました。都知事選挙の結果は、東京都の未来を大きく左右するものであり、同時に国政にも影響を及ぼします。岸田首相は、都知事選の投開票にあたり、安倍晋三元首相の事件から2年を迎えたとして、信頼回復を目指すと述べました。この言葉を実行に移すことができるかどうかが、自民党の未来を左右する重要な要素となるでしょう。また、東京都の再開発事業や水道の民営化も今後の重要な課題となります。小池氏は、これまでも再開発事業に積極的な姿勢を見せてきましたが、3期目では神宮外苑や日比谷公園、杉並の商店街、築地などの再開発が加速する可能性があります。しかし、地域のコミュニティや歴史的な景観が失われることへの懸念も根強くあります。水道の民営化についても、宮城県ですでに行われている事例を参考にしながら、東京でも検討が進められる可能性がありますが、
水質の低下や料金の値上げへの不安が広がっています。東京都知事選挙の結果は日本政治の現状と課題を如実に表すものであり、特に自民党は政権与党としての責任が重大です。裏金問題などで有権者の信頼を大きく損ねた自民党が都知事選で独自候補の擁立を回避したことは有権者の失望をさらに深めました。各政党は都知事選の教訓を踏まえ、来年秋までに行われる可能性のある総選挙に向けて有権者の声に真摯に向き合う必要があります。以上が東京都知事選挙における小池百合子氏の勝利とその背景、対抗馬の戦略、そして国政への影響についての詳細でした。小池氏の組織票による圧倒的な勝利、 SNS を駆使した石丸氏の躍進、蓮舫氏の苦戦、そして選挙結果が国政に及ぼす影響など多くの要素が絡み合った選挙戦でした。今回の選挙結果に対して皆さんはどのように感じましたか？小池氏の選挙戦略について、また石丸氏の躍進や蓮舫氏の結果について、さらに国政への影響について、さまざまな意見があると思います。ぜひコメント欄であなたの考えを教えてください。この動画が役に立ったと思った方はぜひ高評価ボタンを押してください。そしてチャンネル登録をしていただけると今後の動画も見逃すことなくご覧いただけます。東京都知事選挙の結果がもたらす影響はまだまだ続きます。次回の動画ではさらに詳細な分析や新たな情報をお届けしますので、どうぞお楽しみに。またあなたの意見を知ることは私たちにとって非常に貴重です。どの候補者の戦略が最も効果的だったのか、今後の都政や国政にどのような影響が出るのか、あなたの視点からのコメントをお待ちしています。視聴者の皆さんと一緒にこれからの政治の動向を見守っていきたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。